吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。今日はこの三本松忠則先生の写真の作品をご紹介しましたが、この三本松先生は本来はこの京都友禅のこの手書き友禅の作品がありますが、こうしたこの西この京都の友禅のデザイナーといった方がいいのかもしれませんが、そうした仕事が本来の職業です。そちらの作品もありますので今少し見させてもらいたいと思います。こうしたウサギの耳の長い作品があります。この中にもですね、絵が描いてるですね、先生からちょっと直に紹介してもらいます。この切り箱の中にもこうした絵が掲載されています。先ほどお客様がやりましたけど、実際にお値段も私から見るともまあすごい素晴らしい金額だなというふうに思うところです。まあ、本来はこうしたものが家の中に一つ二つあってもおかしくないなと思いますが、なかなかそこまではいかないところです。ひよこが入ってました。なんか綺麗な絵柄が入ってます。次のコーナーに行きますと、これは京都ですよね。こちらすみません、先生からご案内お願いします。三本松先生です。よろしくお願いします。こんにちは。たびたび津友さんの YouTube に出演させていただきましている三本松です。今回私のテーマは本来は写真なんですけど、切り箱、これはもう昔から文様として僕が手掛けているものの一つなんです。それが京都の岡重さんの老舗の岡重さんが私の専属の医師という形で現在に至っております。すべて今ここにある陳列されている文様は私が若干手掛けている文様の一つでございます。歴史としては相当長いものですが、今最近はこういうハンドバッグの絵柄とかスカーフ、それから風呂敷もろもろたくさんございますが、それを一部として今回は岡重さんのご講演によって紹介されております。京都の岡重さんのお話でした。こちらはその紹介された本も一緒に置いてあります。岡重コレクション京都テキスタイルというタイトルがついた本になっています。こちらでちょっと一回終わります。